タイタンでフットサルチームを作って、まあ、この間フットサルやったっていう話はしましたけど、うん、もうこれからやっていこうということでね、グループライン作って、うん、どんどん試合とかもやっていこうということになったんですけど、うん、それになったもう当日かその次の日ぐらいにシティホテルの亮太が、うん、対戦相手見つかりましたみたいな、今度いついつにやりましょうみたいな、来れる人連絡お願いしますみたいなって、うん、すごいなみたいな、みんなもう相手見つけてきたかみたいな、うん、ただその相手って誰でもいいわけじゃなくて、うん、タイタンのフットサルチームって全員ほぼ全員素人なんで、うん、全然上手くもないしね、うん、この間やったスタッフさんとかにはほんと迷惑かけるぐらい点も入れられまくってるというか、多分向こうからしたらつまんねえだろうなっていう感じだったんで、そこでもう本当に弱小のやつだとやろう、下手なやつだとやろうっていうことになってたんですけど、うん、でその亮太曰く、うん、その見つけてきたのはグレープカンパニーのフットサルチームで、めちゃくちゃ弱いらしいですみたいになってて、うん、まあ、そうなんだってなってたんだけど、うん、なんか僕がグレープの芸人になってその話したら、うん、どうやら結構その強いっていう、え、なんかそのだから上手いやつの下手って上手いでしょ、その上手いやつの下手だよっていうのあるでしょ、うん、その岡崎とかでも下手って言うでしょ、日本代表の そのタイプ、ね、そのタイプあるでしょ、うん、だからもう全然違うじゃんと思って、まだその対戦が行われてないから分かんないですけど、雲行き怪しいんだよな、もし強かったら亮太にみんなでブチ切れるっていうことにはちゃんとリサーチしてやってくれよっていう、本当に下手なやつとやんないとダメなのに、もう絶対多分そもそも今考えたら事務所単位でフットサルチームがある段階で強そうじゃん、もうグレープカンパニーなんかだって若い子多いよな、そう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 、でなんかホテイソンに会った時に聞いたら、うん、ホテイソンの翔吾、うん、あいつサッカーやってたけど、うん、グレープのフットサルチームにはなんか入んなかったっすよみたいな、結構本気でやってるみたいだしみたいな感じしてから本気じゃんと思って本気じゃん、お見送り芸人しんいちさんめちゃくちゃうまいらしいよ、だって嘘、うまそう、うまそうだろ、うん、もうやめてくれよと思って、なんかギターとかもできるしいろいろできそうだろ、うん、そういう人って関係ないそれ、いやなんか吸収するのがあんのか分かんないけど、うまそうじゃん、なんか器用、そうそうそう、身体能力高そうじゃん、身体能力も高そうだし、もうシュッとしとるしな、だから多分強いんだよ、ふざけんなよと思って、もうめちゃくちゃ腹立ってきて今亮太に、もう多分強いだろ、絶対強い、そういうんじゃないんだよ、本当の弱いやつとやりたいんで、まあわけ分かんないけども、うん、とにかく弱いやつを探して、でこの前ライブでその話してて、うん、だからそこら中でまんじゅうとかもライブで一緒だったから、うん、どうするみたいな話になって、うん、絶対強いぞみたいになって、これじゃやばいっていうことで、そのライブ会場にいる、サッカー素人でも運動したいみたいなやつらを集めて戦おうっていうことになって、そこら辺にいるやつに聞いて、フットサルやるって言った、いややったことないっすって、あじゃあちょうどいいわ、じゃあやろうみたいな、でもそしたらやっぱみんな、あちょっと運動したいっすねみたいな、下手な人ってやっぱ始めれないんでフットサルをね、始めれないね、敷居が高い、そうそう、で本当にゼロのやつを今集めて、そしたらあいつと、あ俺も全然バスケしかやったことないんでみたいなやつとか、うんうん、いや俺はもう陸上部だったんでとか、俺は野球部でみたいな、なんか本当に漫画の第1話のいろんなキャラ大集合みたいな、それぞれの特技を使うチームみたいな感じで、いいね、そうそう、いろんなやつが集まって、これはいいぞっていう感じになってるんで、そっちとできるだけやりたい、グレープの人はもう来てほしくないというか、その会場だけ抑えて来てほしくないというか、でなんかその寄せ集めて作ってたら、うん、一人ね誘ったらその相方が、うん、ちょっと俺もやりたいんですけどみたいな来て、うん、フットサルとかやったの、あ一応サッカーで市の選抜にやって、もう絶対来んなってその、うん、絶対ダメだ、絶対ダメでしょ、もう本当に下手なやつだけ集めてやろうとしてるんで、めちゃくちゃ削りそうだよそいつ、いやでもまあそういうのは多分逆に、だから本当にその本当の素人のやつの方が怖いは怖いんで、その上手い人だって削ったりはしないからね、素人ってボンって蹴るから、ああそうね、だから俺蹴ったことあるもん、そうそうだろ、うん、素人だけに、そう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 、だからめちゃくちゃヘボいけ、運動部ぐらいのやつを今集めてるからちょうどいいんで、多分、うん、そこら辺はしっかりしてるし、うん、ちょうど上手くもないっていう身体能力はまあそこそこあるしけど、フットサル自体は初めてっていう人を今集めてるんで、集まる、集まったすぐ、ああそうなん、まあその当日来れるかどうか分かんないですけど、そういうやつを見つけたんで、うん、やっぱ定期的にこうやっていかないと、あと交代がおらんとやばいよな、それはもうもちろんそう、本当にそう、うん、だからフットサルって何人ですかみたいな、そいつはもう知らないからね、うん、一応5人だけどって言って、あじゃあ5人揃いましたって言って、バカかと、 8から10は絶対いるぞって、8から10いるね、交代すぐするんだから、うん、信じられないぐらい交代しますからね、うん、もうキーパーばっかりやるようになるし、最終的には疲れてきてみんなキーパーばっかりやるんだから、でそういう人たちを今ちょっと探してるんで、下手なやつ大募集、下手かつ運動したいという気持ちがあるっていう、なんかいいやつ、ああそうね、
もう怖いからな、本当ちょっとだからグレープとの試合がちょっと近づいてきてはいるんで、うん、不安。多分強いだろう。だから強そうじゃもん。あいつだって、あしかもその主催というかそのグレープの主催してるやつカカロリのあいつですからね。おお。ワールド、そうワールドカップでヘディングしたやつなんか絶対強いだろうと思って。絶対に強い。ワールドカップでヘディングした日本人ってあんまりいないですから、ね、代表含めても。そうね、うん、プロ入れてもプロ入れても一握りでしょ。ワールドカップでヘディングしたやつ、あいつシュートヘディングしてんだから、うん、すごいな。絶対強いだろ、うん、もうしかもそいつと亮太が話したらしくて、うん、いやあいつが言ってたんで多分下手ですよ。わかるだろ。そうもう亮太バカなんだよ本当に。めちゃくちゃその愚痴今度言うからな、絶対に。絶対強いから。本人にね、本人に。そうここでも言う、本人にだけめっちゃ言おう、うん、いやちょっとまあまた動きがあったらその話もしたいと思いますけど、下手な人は大募集してるんで、うん、下手な芸人、下手な芸人チームあったら、太田プロチームとかもうだからとんでもないからね。まあ人数おるだろうしな。土田さんとかがやられてて本当にすごいじゃないですか。絶対強い。だからやっぱ事務所単位はもう超強豪らしい、ほとんど。あ、そうなんだ。だからもうそこらで集めるしかないんで、本当に変なやつ今集めてるのは、だからそのパーパーのディスコとか奥村くんとか。弱っ。なんかその知らんけど弱そうな、知らないけど弱そうなやつを集めてやってるんで、うん、未経験者大募集のやつでやってるんでね。ちょっとまあグレープ戦終わったらまた話します。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランド井口の愚痴アジー。